どうも、アディオスコートのジュンです。マルクです。ケンゾーです。どうもです。やっさーぱーい。今回はなんとね、日本人だったら結構びっくりすると思う、はい、ドバイの面白い、そしておかしい法律について話していきたいと思います。確かに気になるところだよね。確かに、はい、やっぱりね、ドバイは外から見たら、いやもうめちゃくちゃ法律が厳しい国としてね、結構有名だと思うんですけど、そのイメージある。特に中東の国はね。そうだね。でも本当にそうなのか、そしてね、日本とはどういう風に違うのかとかね、いろいろみんなで話していきたいと思います。レッツゴー。まず何がある、頭に思いつくもの何がある。まずここの中東の厳しさ、まずアルコールとか、うん、厳しいと思います。まあ、そういうの全部ね、そのムスリムの宗教から来る、そういう法律もなんか、あー、あとなんか一番僕が最初来た時にちょっと怖かったのが、あのパブリックスペースで例えば手繋いでいいのかとか、そういう感じのね。あの実際はどうなの。実際は全然 OK やん。だよね。まああとここに来る前にもう一個僕が結構厳しいと思ったのが、ダマダン中のなんかそういうリスペクトとか、うん、そういうなんか何をやっていいのか何をやっちゃダメなのかとかちょっと考えてましたね。ね、外では飲み食いダマダン中はしないようにみんな気をつけてます、はい、僕ちょっとね、あの前回来た時の思い出みたいなのがあるんですけど、マルクと僕でなんかアジアンスーパーマーケットに行って、いろいろ買い物して水も買ったんですよ。そして俺らもう家から歩いて30分ぐらいの場所で、めちゃくちゃ暑くて、もうめちゃくちゃ喉乾いてたんですよ。でも俺ら水のボトルをこうやって持ったまま、あとちょっとで6時だ、あとちょっとで飲めるって感じで、あーそうだそうだそうだ。え、飲まなかったんだ。飲まなかった。怖かったからね、うん、怖かったのか。いやでもちゃんとリスペクトしたいから、うん、まあ確かにそれはそうだね。まあラマダンが何なのか知らない方のために説明すると、うん、あの一時期の間、太陽が出てる間は飲み食いしちゃいけないっていうものです。そうだね。僕たちインドネシアに住んでた頃に初めてそれ。ああ、そうだね。じゃあもう昔から知ってるやん。うん、一応知ってるけど試したことは一回だけ、そして失敗しました。まあじゃあちょっとケンゾーがね、いろいろ調べてくれたらしいんで、一つ目からいきましょう。はい。まあみんなね、 SNS、LINE とか WhatsApp とか使ってるんですけど、いや僕使ってないな。はい。死んだよ。糸電話だよ。糸電話。まあでもね、そういう感じの SNS で暴言を吐くのは実は禁止なんですよ。終わったやん、僕の。そうそう。いや、俺もね、これ読んだ時にめちゃくちゃびっくりしたんだけど、実はマックスで懲役1年、そして、うん、さらに37万円の罰金まで与えられることがあるみたいで。でもこれって例えば僕が健三に、まあ例ですよ、絶対に言いませんよ、まあ、あのチャットでって言ったら、うん、それもカウントするの？あの多分その場合はあの言われた人が警察に電話して、あ、こうやって言われてますって言ったら、あ、なるほど。録音とかでそういうのがあれば。え、そしてそれのなんか実際例はある？これのね、実際例は実は見つからなかった。探したけどね、これは見つからなかった。いや、僕この法律いいと思います。なぜなら例えば僕らスペインに住んでたんですよ、うん、でね、スペインはまあ野蛮な人のイメージが多いと思うんですけど、結構みんなね、簡単にポンポン暴言言って、そっから酔っ払ってる人は喧嘩に発展したりするから、うん、やっぱこういう風に法律にあることによって、そういう変ななんか暴力事件とか減るんじゃないかなと思います。確かに、まあまだみんな暴言吐くけどね。まあまあ今回1個目にね、説明したやつはその実際で見つからなかったけど、この2つ目はね、はい、実は実際で見つけてきました。何何？2つ目、誰かの携帯を勝手に見るの。例えば僕が、そう、ジュンの携帯がここに置いてあってアンロックして勝手に見るっていうことをやったら違法でございます。質問、本当に違法？いや、本当に違法。カップルとかでも。そう、カップルとかでも。そして今実際例がある。実際例がある。実際例があるんだこれ。まあ、これプライバシーの侵害として見られてる。だからすごいな。あの実は最高の懲役は6ヶ月、つまり6ヶ月牢屋に入れられる可能性もあるし、見る、そうそうそう、さらに携帯見るだけでか、そう、やば、さらに罰金が370万から1800万。高っ高っ。罰金があります。そして実は、ね、あの実際で2016年にやったんだけど、夫と妻の間で妻が、あの、いや私の夫は不倫してると思うつって、携帯見て不倫の証拠写真を自分に WhatsApp で送ったんだよ。おお、まあじゃ あそれで夫が証拠だねってことか。そう、その方はね、550万の罰金、そしてさらにドバイから追放される。やば。すごいな。だから携帯見ただけで。そう、結構ガチだから。いや、すごいな。ね、ちょっと衝撃すぎるんですけど。これも違法ってことだよ今。いやだから、いや日本のみんなとかも、日本で住んでるみんな絶対ね、人の携帯こうちょっとチラ見とか絶対してるから、これは怖いんじゃない。多分ね、チラ見はどう。チラ見は多分大丈夫でしょ。満員電車乗ってる時、確実に隣の人の携帯見る。いや見るよ。見るよね。見るよね。でも
でもその、チラ見っていうよりはクラロワやってるって、アンロックして見なきゃいけないんじゃない。そう、多分そういうことだと思う。そのアンロックしてその人のメッセージを見たりとか。じゃあ、なるほどね。そのよくあるそのカップルとか、まあ夫婦の中でなんか携帯のチェックを勝手にするみたいなのがダメってことね。そういうこと、そういうこと。面白い。それが法律にあるの面白いね。これで一個ちょっとトムとかケンゾーとか絶対、うん、あの彼女とかパスワード知ってるでしょ。知ってる。じゃあ違法だよそれ。いやでも、いや普通に両方が OK 出してる関係ないよ。でもどっちかがレポートできる立場にはいるし、まあ、勝手にレポートされるとかは怖いでしょ。証拠を残さなければいいんだよ。やばいやばい。冗談です、やりません。まあ皆さん、あの今ねドバイの面白い法律とか話してるんですけど、うん、日本の面白い法律とかあったらぜひコメント欄で書いてみてください。はい、確かに。どっち住んだことないの日本では。確かに。実はね、あの最後の法律、最後に話す法律はあの日本ともう本当に真反対みたいな感じなんで、楽しみに。真反対。次、あの消しのみって、まああれ僕この言葉知ってる理由はあの Google トランスレートで調べたから分かるんだけど、ただみんなも見たことある。英語ではポピーシーズって言うんだよ。ポピーシーズ。あ、おう、これこれベーグルによく乗ってるこれなんですけど。オッケーオッケー。あ、パンなんかゴマみたいな。あ、今写真出てると思います。はい、ドバイでは違法です。え、なんでこれ。まず持ってることもいけないし、食っちゃダメだし、もう国に入れること自体違法です。なんでなんで。パンに乗せるだけやん。これよくパン屋さんで見るよね。だよね。多分ここのパン屋さんでは絶対に見ないと思う。なんで。これ実はそのアヘンのパミリーで、アヘンが入ってて、アヘンってのはオピウム。そうだ、オピウムが入ってて、さらにこれはあの法律とはちょっと関係ないんだけど、あのアメリカで起きたのが、お母さんが子供を産んで、そしてその後に飯としてケシの実が入ったベーグルを食べて、その後お母さんがあの薬物検査された時にアヘンでポジティブ、あの陰性、陽性が出たのよ。そして子供がサービスに持っていかれたって感じで。そんなことある？これね、あのそのお母さんはその本当にパン食っただけなんだね。そう、本当に。で、俺もう少し調べて、あのある YouTuber がこれは本当なのかって調べるために、ケシの実が入ったベーグルを食べて、はい、自分で薬物検査をしたんですよ、その病院に行って、はいはい、そしたら本当に陽性が出た。じゃあこれた、これこのケシの実っていうの、このツブツブ、うん、それ食べてる人たちはアヘン検査ポジティブですよ。そう、そういうことな。え、そうなの。びっくりした。でもそのケシの実が悪いってわけじゃないでしょ。まあケシの実が悪いってわけではない。でもまあもしかしたらテストに引っかかっちゃうっていうのがまあミスなの。ただ単に同じファミリーってことでしょ。そうそう、害はないってこと。まあ多分あ僕は医者じゃないんで、まあ、だからこれが違法っていうことは、もしここの国でポジティブがいたら、あ、それはアヘン使ってるってことになる。そういうことになるね。これケシの実でなんか逃れることはない。うんうん、ここではできない。だってここでケシの実で食べたって言ってもそれも違法だから ねだからそう考えると結構厳しいですね。うん、本当に厳しいです。すごいな。なんだなんだなんだ。これは皆さんびっくりすると思いますよ。まあ、僕めっちゃびっくりして。健三知ってるけど、うん、順に読んでめっちゃびっくりしてる顔が。え超4つ目いきます。実は、まあ、ドバイって砂とかいっぱい吹くじゃないですか、うん、はいはい、汚い車違法、砂がかかってる車違法。え、洗車した3時間後にはもう汚れてるね。でもね無理じゃない。読んでいい。でさらにあのもし取られて汚いって認定されてあの取られるじゃん。それを取り戻すのに10万円以上、やばそう。これはでもまあ、結構走ってる車のイメージを綺麗に保ちたいんじゃない。そういうことでしょう、多分。あと道端にそこら辺に汚い車が置いてあったらイメージが悪いから普通にレッカーされます。まあ、ドバイの政府は結構あの国のイメージを上げたいんだね。うん、僕のあの知り合いが言ってたんだけど、うん、その人アブダビに住んでて日本祭りの時にドバイまで来たんだけど、うんうん、その人なんかあのドリフトレーサーのコーチをしてる人で、すごい、なんか結構すごい車持ってんだけど、うん、そのアブダビからドバイに来るだけで汚れちゃって、来る途中で綺麗にしなさいって言われたんだって。やば。え、僕この法律は全く知らなかった。え、もう気をつけないと。私ももうそろそろ車運転し始める頃だから、ね、そうだよね。まあだから多分あのドバイのさスーパーとかいろんなとこにさ、あの車掃除してくれる人がいる。いるいる。こういう理由なんじゃないかな。え、だってさっきマルクが言ったように本当にドバイって、まあ、日にもよりますけど、はい、砂が吹いてる時はもうちょっと運転しただけで汚くなります。なるよね。服も汚くなるね。なんかパサパサしちゃうんですよ。はい、やばいねこの法律。交通
事故の写真や動画をね撮ってはいけません。これ聞いたことある。これね、これ聞いたことある、うん、よく聞くんですけど、なんか事故とかなんか起きた時の写真とか映像を SNS に載せるのもダメだし、うん、確か撮ること自体、保存すること自体ダメだよね、うん、そう、うん、あ、保存すること自体ダメだ、うん、うん、もうだよね、撮るだけでもいい、だよね、え、それやばくない？これ一つ聞いたんだけど、うん、まあ、一回なんかエミレーツの あるある飛行機が墜落とかではなかったんだけど、なんか問題起きて火が出てたんだよ、ね、まあ、トラブってね、うん、そう、それでなんか写真撮って SNS に載せた人が結構バッチリでしょ。え、でももし自分が事故に遭ってその写真を撮るのも違法なの？多分そういう系全部じゃない？まあ自分が事故に遭ったらさすがに大丈夫、証明写真撮らないと。俺大丈夫だよ、やべえやべえ、俺の車がこんなになっちゃった。撮るでしょ、撮る。まあね、まあ僕一つそのこの法律聞いて思ったのが、まあいい点として、やっぱり運転してて、あ、誰か事故ってるってなった時に、あ、携帯で撮ろうって運転しながらやると、うんうん、もうめっちゃ危ないやん。 あと、まあ、まあ、事故自体に集中するのも結構危ないから、まあそこの面から見たら意外と安全でいいんじゃないかなって思います。まあまあそうですね。でもこの法律の理由はそれなの、それともイメージを保つ、多分イメージだと思う、はい、僕は。じゃあ次、最後のね法律なんですけど、これ日本とは真逆です。なんと公共の場でお酒を飲むのが違法です。おー、はい、まあ、確かに普通やね。あと、お酒を買うと、はい、皆さん、それが見えちゃいけないんですよ、うん、完全に、透けてない袋の中に入れて絶対に見えないようにしてねって帰らされます。で、家に持ってって、家で開ける。だからもう店自体 もう窓がなくて、全部なんか外から見えない、うん、酒屋も外から見えないように完全になんかドアすらもまあ透明じゃないというか、なんていうの、うん、そう、なんかシールが貼ってある。そう、あと名前もなんかアフリカンイースタンって言って、これ酒の店ってわからないね、名前出してない、うん、全部。さらに酒持ち帰るときに公共交通方法、まあメトロとかバスとかで帰っちゃいけないんです。え、そうなの？そう、だからお酒買うときはもうタクシーか歩きか車。え、知らなかったそれ。しかもね、これは結構厳しくて、僕この前普通にビールの缶を2本だけ買って、あ、まあそれなら全然ポケットで隠れるからいいやってなって、その時も店員さんに、ん？本当に大丈夫？みたいな、絶対に見えないようにしてないみたいな、注意されました。結構厳しい、まあ、これね、ドバイ以外でも違法な国あるんですよ。日本がどうなるかちょっと今調べてるんですけど、ドバイ以外でも結構こういう法律あるね。スペインでも、うん、まあ、公共の場で飲むの禁止だし、まあでもスペインはね、罰金が4000円から14000円、そして、1ヶ月以内に払ったら半額なんですよ、罰金が、うん、でも、ドバイではなんと最大で懲役6ヶ月らしいです。そして多分罰金もある、うん、罰金もある。それ公共の場で飲むの、うん、まあ、多分それはもうなんか超酔っ払いまくってなんか問題を起こしたって感じけど、まあ、あと厳しい、ね、スペインの また大違いって感じで、うん、スペインはさっき罰金があるって言ったんですけど、普通にうるさくしてないし、普通にただ単にベンチに座ってビール飲んでるだけってなってたら絶対に罰金食らわないし、すごい。お、何？待て待て、いや確かに日本では公共スペースで飲酒できる みたいなんですけど、はい、さらに自販機で買えたり、あ、そっか、24時間コンビニで買えるっていうのも確かに海外からしたら結構衝撃的みたいな。確かに、スペインではみんな知ってると思うけど、確か11時だっけ、うん、10時か11時以降はお酒を売っちゃいけないって店の人から言われて、もう買えないんですよ、うん、日本は24時間コンビニあるし、コンビニで買える。それ本当にすごいよ。え、日本24時間買えるのにそんなに治安いいって。すごいね。まあ、まあ、その治安がいいからこそそれが、いや、あと衝撃なのが、海外の人もみんな驚くんですけど、なんか渋谷とかで酔っ払って寝てる人とかいるでしょ。 あ、渋谷メルトダウンだみたいな感じです。もう多分サラリーマンがこうやって寝ちゃってるのもあったし、それドバイではありえません、はい、絶対にありえないです。もう多分酔っ払って転がってたら、まず外で飲むのことだけじゃなくて、外で酔っ払ってること自体がダメですよ。です、そうそう、ちょっとフラフラしてるだけでも結構ダメですね。そう、まあ友達とのパーティーとかでね、ああめっちゃ酔っ払った、家帰らなきゃいけないっつって歩いて帰ろうとしたら、まあ やめた方がいいです。普通にもうタクシー呼んで、タクシーの中突っ込んで、タクシーでホテルの目の前に入って、もうすぐにホテルに帰るみたいな感じがいいと思います。
僕もなんで見るんだ。これはもうよくて僕らもね、ドバイに来て数ヶ月経つんですけど、まあ、前回と今回合わせて、うん、みんなはどう思う？その法律とかどんくらい、まあ、厳しいって感じた実際に。そこまでね、生きづらいとか生活しづらいはないですね、うん、正直、まあ、そういう結構厳しいやつはまあ、わかるじゃん、うん、厳しいだから、だからそういう厳しいやつはちゃんと心がけて違法なことしないようにしてるし、そんな難しいことではないと思います、はい、うん、あ、でもね、一つみんなに言いたいのが、はい、もし海外旅行とかするなら一応、法律とか一通り見た方がいい理由があって、はい、知らなかったじゃ済まないことがあるんですよ。普通に路上でさ、こっちでお酒飲んで捕まって後からじゃもうどうしようもなくなるんで、はい、まあ、それはしっかりね、知っといた方がいいかなと思います。確かに。あとね、今回ドバイの法律について話したんですけど、海外の法律ってもうふざけた法律とかもいっぱいあるんですね。あ、確かに、はい、それについて話す動画を見たかったらお願いします。コウ君、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、このボタンを押してね、チャンネル登録、そしてね、僕らが厳しい法律の砂漠のドバイに行った動画ここなんでね、はい、皆さんぜひぜひ見てみてください。チェケラッチョ。まだ押してない。クリッククリッククリック、早く押してない、押してない。では、おかしいだろ。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ、スイちゃん。また会いましょう。ありがとう。